暴れん坊将軍。何も神様の懐具合まで勘定することはねえでしょう。ちょろちょろよしよしよしかわいいね。これは縄文でございますよ。お買い得ですからね。どうもありがとうございました。またどうぞ。はい、食べよう。ありがとうございました。どうよ。おい、六さん、ケーキはどうだ。あ、頭。あ、頭、どうも。どうもじゃわかんねえよ。まあ、お店らしくていいけどな。おいでさん、儲かるか。おかげさまで植木がよく売れて。あ、そうそう、これね、あの目黒の方から仕入れた柿なんですけど、おかみさんに差し上げます。じゃあこれ実がなんのかな。なりますよ。ほら、接ぎ木がしてあるでしょ。3年ものですから、もうすぐに甘い甘い柿の実がなりますよ。お糸さん、おめえさんも商売うまくなったな。じゃあ遠慮なしもらうよ。はい、どうぞ。おい、え、あ、お春坊。かわいくなって。おい、これ後で飴でも買いな。ありがとう。うん、お、行こうか。邪魔してな。はい、どうぞ。あ、チョロ待ち。チョロ、チョロ。チョロ、チョロ待ち。
は目黒の御狩場である。勝負の気風を尊ぶ八代将軍吉宗は時としてこの御狩場まで密かに馬を借り政務の疲れを癒したという。この日吉宗は南町奉行の大岡越前守忠相の誘いを受けて久しぶりの遠乗りであった。いい気持ちだ。俺の馬に翼がついていたらこのまま大空を駆け上りたい気分だ。はあ、まさに天馬空を行くの勢いでございます。忠相、正直に申せ。急にその方から遠乗りに誘ったのはなぜだ。訳あろう。あ、恐れ入ります。実は三人の密偵を半年ほど前より長崎へ、二人は何者かに殺され生き残った者が昨日小田原まで戻ってまいりました。その者と本日美濃国この御狩場で落ち合う約束。美濃国、よし、とにかく行ってみよう。はっ。長崎奉行の所業をしかと見届けたのだな。詳しくは密書密書に。松尾、密書は奪われたようだな。上様、ただいま江戸へ戻っております長崎奉行の永井兄弟に抜け荷の噂もございます。しかし確かな証拠は何一つ。それで松尾たちを長崎へ。松尾もここまで来て無念であろう。忠相、手厚く弔ってやれ。では大岡の密偵三名すべて片付けたのだな。はい、これが所持していた密書でございます。よくやった。浪人どもは屋敷から出すなよ。そのうちにまた役に立つ。はっ。兄上、いくらか都合してくれないか。また金か。彦四郎、ちと遊びが過ぎるぞ。吉岡の舅殿が苦情を言ってきた。格式ばかりですっかんぴんの吉岡家、無理やり吉に押し込まれた俺の身にもなってもらいたいな。ところで兄上、今度のお宝はいつさばくんだ。声が大きい。前と同じように滝技能の会に町人どもを呼んで入れ札でな。その方も知り合いの商人どもを集めておいてくれ。今度少ないな。さようでございますな。なんだこれ、公害か。え、恐れながら申し上げます。ご公儀のお方がこのようなご金製の品を所持しておりました。詳しくはお役人様に申し上げます。芝神明町福田屋裏蓮。上様、江戸には抜け荷の品がかなり。
出回っているようでござりまするな。じい、芝の神明町といえば辰五郎の持ち場だ。才蔵、下げり。すまんな。すると俺は何者かに殺されたってわけか。はい、殺されたと火つきやがってね。いや、ご検診で分かったんですが、右の肩口からバッサリですよ。大岡様すでに探索を始めたらしいんですがね。そうか。では俺は何のために目安箱に。それで頭が助け出したそのお春って子の様子は。お医者様が手当てをしてすぐに元気になったんだけど、火事の前後のことはまっきち覚えてないらしいんだよ。あんまり怖い目に遭うとそうなることがあるんですって。ねえ新さん、ちょっとその子に会ってみませんか。そうだな。ところで文之進はどうしてる。ねえ、用心のためにまあお張りもね、お守り役でずっとくっついてますよ。殺されたお礼さんは10日ほど前に両国の方から越してきた長唄のお人さんなんですって。あ、あそこのお店です。おお、新さんいらっしゃい。おお、おばちゃん、いいないいな、新さんと一緒だよ。そうかい。それじゃそのお春って娘は火事のことは一切忘れちまったのかい。はい。へえ。ありがとうよ。はい。はい。今、目明かしらしいけど、これじゃ見かけねえ顔だな。夜中に急に怯えて泣き出すこともありますが、昼間はああして元気に遊んでおります。医者は何と。ええ、今に思い出すかもしれないが、無理に聞いてはいけないと。町奉行の役人も大岡様のお指図でもうこれ以上調べちゃなんねえと言われているようですよ。そりゃそうですよ、かわいそうですからね。それにしてもひでえよな、あんなちっちゃい子縛ってよ。その上、兄、もうその話はよした方がいいよ。おはるぼう、ほら、いいものあげよう。わあ、きれい、ありがとう。この人はね、しんのすけ様、しん様って言うんだよ。ありがとう、しん様。さあ、いらっしゃいませ。いい帯締めでございますよ。お城もございますよ。さあ、いらっしゃいませ。これもらったの。そうか、よかったな。どうも。さあさあ、いらっしゃいませ。おみじめもございますよ。こちらにございますよ。さあさあさあ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。さあ、いらっしゃい。なんでもないよ。さあ、お食べ。うん。おいと、顔色が悪いぞ。どうしたんだ。いや、なんでもないわ。まあ、いろいろあってから疲れたんだろう。今日は早く休んだ方がいいぞ。はい。お前さん、今の暮らし辛いだろうね。なんでだい。だって本当なら今自分立派な指物師の親方で若い衆の2、3人も使って。おいと、俺は今の暮らしに満足してるよ。お前さん、両国にいた頃はいろいろ辛いこともあったが、そんなことはもう忘れたよ。俺たちはこの町に根を下ろしたんだ。植木だって根を下ろした場所で大きくなるんだ。そうだろう、おいと。俺が見てくれよ。どなたさんですか。
誰で。なんだ、風か。じゃあ行ってくるよ。気をつけてね。そうよ。後でお昼持って行きますから。ああ。殴りやがったぜ。お糸さん、これに見覚えが。いいえ、どうもありがとう。でけけけ、ちょっと待って。よし、これいいだろ。銀次、めやかし稼業ってのは悪どいほど儲かるそうだな。一体どこで袋叩きにあったんだよ。大きなお世話で。さあ、いくらだ。一両だな。そんなベラボーな話ある。何よ、これやる。ちょっと腹、腹が突っちまってる。おう、ずいぶん景気がいいじゃねえか。その頃、大岡忠相の指図を受けた詐欺人才蔵は、殺されたおれんが以前に住んでいた両国界隈の聞き込みを続けていた。上様、芝神明で殺されたおれんのことでございますが、下手人はかなりの手だれと思われます。両国に住まっていた頃、数人の旗本御家人が長唄を習いに行っていたことが分かりました。これがその者どもの生命でございます。七人もいるのか。吉岡彦四郎、聞いたことがあるな。確か長崎奉行の長井兄弟夫の実弟では。さようです。兄弟夫の弟。はい、例の公害は兄弟夫の元から流れ出し、弟の彦四郎からおれんの手に渡ったとも考えられます。分かった。では引き続き探索を続けてくれ。十分注意をして兄弟に気づかれぬようにな。は、では。じい、辰五郎の知らせによると、お春坊がまた狙われたそうだ。一度辰五郎に会ってくる。じい、しばらくの間目をつぶれ。あ、はいはい。もうよろしゅうござります。あれ？あ、上様！上様！関取が手当てした者と文之進が取り逃がした者とは同じ人物だというのか。ええ、
金次って野郎ですよ。津川さん、根付を。これです。奴が落としていきやがったんです。般若の金次って目明かしでね、旗本の吉岡彦四郎って野郎に年中くっついてやがるんで。吉岡彦四郎。あ、新様だ。お、こんにちは。こんにちは。おはるぼう、どうしてここへ。いやね、妙な連中が集まるようじゃ露店に置いとくのは心配だからね、昼間だけでもうちで預かることにしたんだよ。六さん家の周りはね、夜は源さんたちに見回ってもらえば安全だからね。六さんも承知してくれました。それでお糸様、朝出かけたっきりでまだ帰ってきてないらしいんだよ。めぐみと三品がついているのか。え、まずいな。しかし何とか始末をつけんと。誰でいい。親分、お久しぶりでございます。おめえさん、誰だっけな。お忘れでしょうか。8年前、両国の船宿の鶴の屋にいた糸でございます。お糸さん、いい女になりやがった。旦那、こんなバカら手出しちゃいけませんで。これ以上もみ事起こしたら始末がつかなくなる。でございますね。分かっておる。おっ、おっ、やめろ。けっせ、何の分際で。ひらり、許さん。ひらり、ご容赦を。それ直れ。つまりおれんを殺したのは多額の手切れ金を要求したからだというのか。ああ、料亭をやりたいから300両くれと。あの女バイタや。まあ、そら性悪な女でございまして、旦那がちょいと怒ったら芝居引っ越しやがった。ほっといたら旦那との関係あることねえことどこへ訴えるか分かったもんじゃございません。バカ思うせ。それだけで女を殺し火を放つなどできるものか。彦四郎、正直に申せ。なぜ殺した。金を払ってくれなければ例の公害を役人に届けるとそう抜かし上がった。お前が姑にやるからと言って持って帰ったあの公害か。うかつだった。酔った時ついあの女に。俺は何とか取り返そうと思って死ぬ。やっぱり紹介、あの公害は抜け荷の下だったんだね。何？あんたが酔っ払って言ったじゃないか、南蛮渡来の上物だってね。今頃あんなものが手に入るのは長崎のお奉行様、あんたの兄様ぐらいだろうよ。どこやった。それが知りたきゃ約束のものを出すんだね。ここにあるのか。あるともさ、大切にしまってあるのさ。さ、300両、耳を揃えて出してもらうじゃないか。分かった。払ってやる。公害は焼けたはずだ。娘はどうした。え、それはまだピンピンしておりやして。そのことなら心配はいらん。実はな、兄上、
娘の母親はお糸って言うんだが、俺はさっきそのお糸に会ったんだ。何？母親を知っているのか？よく知っておりやす。そのお糸がわざわざ足を訪ねてまいりまして、お上は何を聞かれても絶対にしゃべりませんから、娘の命だけは助けてもらいたいと申しましてね。どういうわけだ、詳しく話してみろ。へっ、くさまろ。お糸さん、俺は見たんだよ。あんたと歩いていたあの男は金次だ。あの男はお春坊を殺そうとした男だ。なぜですか？なぜ隠すんですか？もう一人のやつは吉岡でしょう。お糸さん、あんたさえ本当のことを話してくれたら、奴らを一網打尽にできるんだ。お糸さん、俺はあんたやお春坊のためを持って言ってるんだ。津川さん、私は誰にも会っていません。本当です。津川さん、私たちには自分たちの暮らしは自分たちで守るしか方法がないんです。お願いです、どうか私たちのことはほっといてください。お願いです、津川さん。お糸は？はい、申し訳ございません。それ以上は聞き出せなくって。分かった、才蔵、このことを忠相に知らせてくれ。俺は頭と一緒にお糸さんに会ってくる。はい。兄上、あの一家には恵がついているようだ。娘をどうにかするには恵との衝突は避けられない。今そんな大騒ぎをするより、しばらく様子を見てからの方が。甘いな彦四郎、それは甘すぎる。御前様、先ほどの癖者は大方越前の放ったものに違いあるまい。やんもえん、今夜中に生き証人のその娘と母親を切れ。二人とも黙ってたってしょうがねえじゃねえかよ。六さん、話してくんな。六さん、お糸さん、相手がどんなに大きく見えても、所詮は虎の威を狩る狐だ。弱い者いじめの小悪人だ。そんな連中の陰干しに怯えていては、本当の幸せは来ないと思うな。お春坊の将来のためにも、今勇気を出して本当のことを話すんだ。六さん、力になるぞ。新之助さん。足から話をしましょう。お前さん、8年前のことです。あっしは両国で一本立ちの差し物師として、仕事にも遊びにも張り切ってる頃で、その頃こいつは船宿の女中をしておりやした。よくこまめに働く娘で、あっしは一目でその好きになっちまって、半年ばかり付き合ってから、あれは夏の祭りの晩でしたか、思い切って女房になってくれと。お糸ちゃん、本当に本当にいいんだな。お糸は承知してくれて、あっしは嬉しくって、師匠に仲人を頼んで祝言の日取りまで決めたんです。ある日、あの野郎に呼び止められたんです。50両？何の金です？お糸のとっつぁんの借金よ。吉岡様って旗本の中間部屋でな、これやってよ。ああ、積もり積もった借金が50両貯まってるんだ。そんなバカな。ああ、仕方がねえから、吉岡の旦那な、向こう5年の間お糸を屋敷奉公させることでほれ、
この通り鼻じゃついてるんだ。俺は驚いてお糸に話をしたんです。お糸がお父っつぁんを問い詰めると騙されたんだすまねえって、奴ら初めからお糸に目をつけていたんです。だからお父っつぁんを博打に引き入れて、でも証文は証文です。だからといって50両なんて大金はとてもできるもんじゃありません。師匠や仲間から借り集めた20両が精一杯でした。その金を持ってお糸と二人で吉岡の屋敷へ行ったんです。あと30両どうしても払えんというのだな。それでは致し方ない、5年の奉公を3年にしてやろう。吉岡様、お願いでございます。私の仕事の腕を30両で買ってください。私にはそれしか方法がないんです。何でも作ります。お前は差し物屋だそうだな。はい。よし、では買ってやろう。ただし貴様のその右手の指だ。その指を3本買ってやる。1本10両、3本で30両。どうだゲロ。ロクさん、私奉公します。いいでしょう。それで証文は破っていただけるんですね。ロクさんお願い、やめてやめて。金次、証文をよこせ。へい。まあ返してやる。三本の貴様のその指と引き換えにな。わかりました。おやおや、早く貸してください。ロクさん、私奉公します。ねえロクさん、お願いやめて、やめて。やってもらおうか。ロクさん、やめて、やめて、お願い、やめて。金次、手を貸してやる。それでも証文は返してくれませんでした。でもそれっきり奉公の話は言ってこなくなりました。なんて汚ねことしはる。でどうして近所のところへ。この間お春を襲ったのが近所だと分かって怖かったんです。指し物師の指は命です。その命を奪ったあいつらが今度はお春の命を。相手はお旗本です。とても逃れられやしない、そう思ったんです。それで近所の家へ行ったんです。誰にも喋らないから、お春の命だけはどうか助けてくださいって。あいつらはこう言いました。あの証文はまだ保護じゃない。お前を奉公させることもできる。一言でも喋ったら六助の残りの指を切ってやるって。糸、私悔しくて、死ぬほど悔しくて、でもそれしか仕方なかったんです。よく分かったよ。お糸さん、六さん、もう心配いらねえぞ。この新さんや大岡様が必ず悪党どもをやっつけてくれる。ねえ新さん。お糸さんはこの間継ぎ木をしなきゃ身はならねえって言ったな。六さんの右手の継ぎ木は
お糸さん、おめえさんなんだぞ。そして可愛い春坊という実がなったんだ。そのことを忘れちゃいけねえぞ。わかったな。頭、殴り込みだ。何？頭、ここにいてくれ。俺が行く。お前たちは明日の船でこの荷を長崎へ運べ。せっかくわしの船で江戸まで苦労をして運んできた大切な荷だが、越前が動き出しておる。この度ばかりはやむを得ぬ。兄上、わしがこれまで苦労をしてきたのは、くがねの力こそ人心を動かすと信じたからだ。わしはこの力を使って勘定奉行となり、やがては幕府の政の要を動かそうと考えてきたのだ。それが長井家のため、吉岡家のためと思うているのだ。後の始末は何とかつけてやる。いや、越前ごときに負けてたまるか。長井兄弟言う。人の心はくがねでは買えぬぞ。足立ヶ原の宿で禁制を破った山伏は神仏の加護を受け救われたが、その方どもには救いはあるまい。吉岡彦氏、私欲のために人を殺め、罪なき親子を地獄の苦しみに突き落とす、その悪逆非道の振る舞い断じて許さぬ。せめて幕臣ならば世の面前にて潔く腹を切れ。何をしておる。上様が先触れもなくお一人でこのような場所に現れるはずがあるまい。万一また上様ならば、長井家の断絶は必定ぞ。いずれにせよお命をいただくほか我らが生き延びる道はあるまい。消費も失せたか兄弟、やむを得ぬ。余が成敗いたす。切れ！
日後、永井兄弟夫と吉岡彦四郎は切腹の沙汰を受けた。やだやだ、さっちょろいけ、ちょ、さっちょろいけ、六助一家の幸せを願う芝神明の人々がどっと喜びに沸き返ったのは言うまでもない。上様、六助も辰五郎の助けで表棚を持つそうでございまするぞ。そうか、それはよかったな。継ぎ木の腕か、良い身がなったものだ。お春坊は下手人の顔を知っていたのでしょうな。優しい子だからな、じっと一人で辛抱していたのであろう。六助とお糸の情愛があれば、その氷のような思いもすぐ溶けて跡形もなくなるであろう。はい。おお、上様、ご覧なされませ、桜が咲き始めましたぞ。すでに江戸は春、千代田城の桜もちらほらと咲き始めている。将軍吉宗の心の中には今一つの春が、お春坊の可憐な笑顔が咲いているようである。誰はしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍、ドスケベ、何をする無礼者。人が押し越してんの覗きに来たくせに。名は徳田新之助、お前は。教えない。ずるいぞ、こっちが名乗ったのに。いくつ。18です。上様にこの私が裁けますか。何、控えめされ。これなるは恐れ多くも五代将軍綱吉様のお墨付きでござる。暴れん坊将軍、気になるあいつの恋ビンタ、どうぞお楽しみに。